りゃこんな腕力ばっかりの女じゃ見限られちゃいますよね。僕は小さい頃、もう顔も覚えてないけれど、母の腕の中が好きだった。あの子が笑顔ではしゃいでいられるのは、ヨルさんが安全基地になってくれてるから。ヨルさんは強いです。未婚の女性に言うのも失礼かもしれませんが、ヨルさんはもう立派にお母さんです。